い、ということで宿題が終わったので次は夜ご飯でございます。今日はご飯はないですね。パクもなし、はい、はい、はい、お腹すいて。夜はいつもそうです。そうだね、今日はこのね、さっぱり煮です。美味しい、はい、美味しいよね、これ、うん、ポン酢とあの水の一体でできる。そう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 、簡単なやつ。 CM とかでよくある、うん、詳しいじゃん。詳しいでしょ。詳しい。いただきます。はい、はなちゃん。椿さん、ライブまたしてくれるって。はい、ぜひしますね。はい、ほのかさん、ラブコリのいいねありがとうございます。若野さん、ラブリーなコリーありがとうございます。なのはですって、こんばんは。しおちゃん久しぶりでごめんねって。久々に見たらめっちゃ大人になってる、可愛くなったですって。ありがとうございます。はい、しおちゃん来たよって。ななみさん、いつも来てくれてありがとうございます。はい、うん、みゆさん、ハートありがとうございます。ねなさん、遊びに来てくれてありがとうございます。こうちゃん、キャンディーありがとうございます。またドライブスルーで朝ごはんの生配信してほしいってね。あれね、意外とね、朝だし車の中だからね、ライトとかもなくて大変なんだよね、撮影。はい、またねやりたいと思います。マリさん、キャンディーありがとうございます。ママに勉強せって、怒られたから勉強してくるって。いってらっしゃい。来てくれてありがとうございますって。はい、こんばんは、昨日は楽しかったですって。ライブかな、ありがとうございます。今日も楽しんでってください。しおちゃん来たよって、ありがとうございます。今日テスト最終日だったから、しおちゃんにお疲れ様って言ってほしいって。お疲れ様です、若野さん。はい、しおちゃんママ優しそう。あ、私誕生日近いって。若野さん4月かな。のりさん、初めて来てくれてありがとうございます。しおちゃんの髪茶色いねって。そうかな。お疲れ様でした。ラインライブお疲れ様でした。何してんですか。 TikTok を見てました。うん、勉強覚えなくちゃね、いろいろ。お疲れ様です。お疲れ様です。イベントはね、8位で終わりました。はい、でもね、2回目にしてはね、頑張って。そうね、なかなかあの2回、3回っていうのがね、なかなか1日に1回しかできなくて。そうね、何回もっていうのが難しい状態です。まあまだでも小学生なのでね、ほどほどに。あんまり頑張りすぎちゃってもさ、生活に支障が出ちゃうほどやっちゃうのもまだいいのかなって気もします。なのでこの将来に向けて徐々にね、慣れていく、あのファンの人に来てもらう交流の場みたいな感じで、はい、今後もね、ちょくちょく、まあイベントに関係なくね、ちょくちょくやっていけたらなと思ってますね。そうですね、はい、みんなありがとうございました。本当にありがとうございました。はい、続いてね、お風呂に入りたいと思います。 GO! はい、ということでお風呂から出てきました。イエイエイ。ということで今からね、スキンケアをしていくんですけども、スキンケアはね、またスキンケアの動画で出したいと思うので、見たい方はぜひ飛んでください。じゃあね、次はね、あのスキンケア飛ばしますけども、なんとですよ、10時からブラックシンデレラです。私はこれを見て寝たいと思います。で、あのブラックシンデレラの主演のリコちゃんいるじゃん。リコちゃんがね、前の配信のね、30分前にインスタライブか、あれインスタライブだよね、うん、やってて見てたんだよ、うん、それでほんと1分前ぐらいまで見てて、で
終わった瞬インスタライブ終わった瞬間にすぐアベマ TV 開いてやってたんだけども、今日見たんだけどまだやってなくて、今日やんないのかなと思って、もう40分なんですよ実は、9時40分、ということで見たいと思います。ね、頭の中でずっと裸足のシンデレラが流れてる、キラキラ光れってずっと流れてるよもうということで、はい、スキンケアしてみたいと思います。見てください皆さん、映るちーちゃんこぼさないでよ、ママでしょ、ママ触ってないの、私携帯で今見ようとして携帯しか触ってません、ママさんです、ちょっとどうする、ママちゃんが出てきてくださいよ、やだわ雰囲気取りが一番可愛い、一番の被害者雰囲気取りだからね、じゃあ片足2人で、かわいそうに、じゃあ2人で一緒に、血が残ってるよもう、あ、もう全部出てた、あーやばい、もう全部ひっくり返っちゃったよもう、じゃあもうコンセントまみれですいませんね、ほんとライブ配信しててね、ちょっとコンセントが多くて、だからほんと部屋が綺麗に見えない、もう部屋がコンセントまみれて、もうどれだけ綺麗にしても綺麗に見えない、ブロックシンデレラ、あーやばー、はい、じゃあママが片付けてる、片付けてる間に私は見ますね、はい、バイバーイ、はい、ということで今ね、ブラックシンデレラ見終わって今日もやばかったね、うん、本当にやばかったです、はい、でさいや本当に、いや感想は今日はいいかなということでね、今日はねそろそろ寝たいと思います、今ね10時45分ぐらいです、ということで今日はどうだったでしょうか、私の放課後のルーティーンということでね、それではバイバーイ、最近ゆるすぎてこの挨拶この終わり方久々かもしれない、それではバイバーイ、ハハハ。